今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。本題の前に前回ご紹介したワッツのスキットルについて補足させていただきます。多くの視聴者の皆さんから燃料用のアルコール入れに使いたいというふうなご提案をいただきました。確かにね、同じアルコールですから密閉性もいいですし、それはいいと思います。金属なので安全ですし、ただ一点注意していただきたいのは、燃料として使うことが多いメチルアルコールですね。一般的なアルコールストーブの燃料はメチルアルコールを使いますので、これを飲んでしまうと大変な事故になります。体の大きさや摂取した量によるということですが、軽い場合でもめまい、腹痛など、またひどい場合には視力障害や呼吸困難、そして失明といった重篤な症状が現れるということですので、もし燃料用アルコールを入れるケースとして使う場合には必ず危険ということが分かるようにですね、しっかりと明記していただいて、誤ってご家族の方なんかが飲んでしまうことがないように、くれぐれも管理を徹底していただきたいと思います。私の場合には、飲む用のアルコールにはこのようにウイスキーのラベルを剥いで貼ってあります。でこちらがまだちょっとね手書きなんですけど、まあ、こんな風にすることによって誤飲防止、危険が避けられると思いますので参考にしてください。よろしくお願いします。今回購入したこちらがですね、スタッキングラックスリムとなってます。積み重ねラックという110円の商品ですね。でこちらに説明が書いてありますが、まずジャンコードですね。はい、それから材質が鉄で粉体塗装で素晴らしいです。サイズは幅が 28cm×、 奥行きが 14cm×、 高さが 16.5cm というふうになってます。今回ねこれ気に入った理由は全て鉄なんです。したがってこういう部分ですね、こちらもですね、もう全て鉄ということなので、当然熱には強いですし、いろいろ使い道があるんじゃないかなと思って2つ購入してきました。はい、それからこちらがワイヤーネット用フック、3個入って110円という、まあ、ブラックの商品になります。はい、耐荷重は1キロですね。でジャンコードはねこちらです。でこちらも材質は鉄で粉体塗装というね、とても感じのいい塗装になります。サイズが 65mm×80mm×40mm となっています。はい、それからこちらが、以前からありますロングストレージボックスのベージュとなります。こちらがグリーンですね。とっても感じいい箱なんでね、これを組み合わせてみようと思います。材質はポリプロピレン、サイズがですね 16.1cm×9.3cm×14.3cm となってまして、ジャンコードはこちらになってますね。はい、ではこのスタッキングラックスリム早速開封していきます。まあ、開封といってもね、この結束バンド切るだけなんですけどね。はい、こんな感じで外れます。あ、もうねすぐに立ち上がりますね。ここがしっかりとね、固定されてるわけではないので、もう上向けるとねすぐにこう立ち上がるというふうなね、ここが仕組みになってます。この曲げた状態で固定はされないんですね。ただこのまま置いてもですね、実はこの鉄の部分見えますかね、ここがしっかりとしたね割と足になってるんですね。ちょっと見にくいと思うんですけど、かなりねこう強度のある足なんです。したがってこのままこう置いてもね、いいなっていうのは、高さがですね、まあ、ざっくりですけど 2.5 センチぐらいあります。で安定してます。まあ、そんなにね太い鉄ではないので、押せばねしなるんですけど、ということはこういうとこにね熱いもの、例えばこういうね夜間なんか置いても鍋敷き代わりに使えますしね、アルストなんかを使う場合でも、台からちょっと離れてる分だけね遮熱効果があるということで、まあ、こういう使い方もねとってもいいんではないかなというところも、まあ、パッと見てね気に入った理由になります。鍋敷きのようにしてね使う場合の補足なんですけど、これ実際にですねこのように置いた場合には地面に接しているのが合計6箇所あります。ちょっと分かりにくいんですけど、この今刺している部分の2箇所、こちらはですね足を曲げた時のここなんですね。はい、この部分が地面に当たるものですから、
合計、6箇所、1、2、3、4、5、6箇所で地面に当たってます。したがってこの鉄棒ね、細いんですけど、まあ、真ん中が弱いかっていうとね、そこまでね、弱くはありませんので、おそらく1キロまでぐらいなら重たいものを真ん中に置いたからといってこうへこんでしまう、曲がってしまうということも少ないんではないかと。こちらは実測で 4.1 キロもある鹿番長の角型ダッチオープンです。これは完全にオーバーですけど、乗せてみますと、はい、足を折った状態ならね、こんな風で 4.1 キロあってもまあ問題ない感じですね。では、伸ばしますとこんな感じ。はい、もう簡単です。カチンとね、こう溝にはまる感じで立ちます。はい、そうすると、立ち上がった時の高さが、これもざっくりですけど、まあ 15.5 センチから16センチぐらいかなと。さっき説明ではね、16.5 センチって書いてましたけどね、それぐらいあるのかな。ちょっとこの物差しではね、測りにくいんですけど、まあそういった長さになります。でもう一回ですけど、横が 26.5 センチの、まあ、ざっくりですけど、こちらが幅が14センチぐらいと。でこの両端にね、少しこう飛び出た部分がありますので、2段に重ねる場合はこの上に乗せると。でこちらによって、左右にずれないような感じになってるんではないかなと思います。全てね、鉄でできているというところがいいところです。はい、では2個目ですね。こちらの方も、まあ、こんな風に置いてね、つま使うこともできます。こういう感じですね。で、完全なね、2段のラックにしたいなという時には、また同じように足を伸ばしてやります。こんな感じですね。はい、そうして上に乗せる時に、あ、ここに入るんですね、足が。なるほど、わかりますよね。まあ、見た通りなんですけど、こんな風に足がね、もともとこういうちょっと変わった形になってるんですね。まあ、より地面でね、安定感出すためと思ってたんですけど、実はここにはまるんですね、こういう感じで。したがって左右ともこんな風にはまってるので、これがね、よりこう上の段がね、落ちにくいというか、ずれにくいというか、まあ、そういう構造になっているということがわかります。やっぱり細いのでね、これ重たいものは絶対無理です。だから軽いもの、まあ、コップとかね、そういうものは全然 OK だと思いますけど、例えばスキレットなんかだとね、ちょっとこれ不安ですね、というふうな華奢な作りにはなってます。まあ試しにね、乗せてみようと思いますが、はい、ちょっとね、危ないです。こうグラグラしてるし、これはね、やめた方がいい感じです。高さがあるので一旦低くしますね。これ折り曲げる時がね、少し難しいですね。カチッとね、曲がってくれるわけではないので、ちょっと気を使う感じなんですけど、まあこの高さだとね、画角が映りやすいので。でこういう、例えばアルコールストーブなんかも普通に乗りますので、こういう風な感じでね、200cc ぐらいのお湯だったらね、沸かしても大きなね、その強度的に負担はかからないので大丈夫ではないかなという風に思いますし、まあ、1段でもね、例えばこんなシェラカップ、通常のやつですけどね、これだったらね、大丈夫です。スノーピークのやつですけどね、なりますし、こういう可愛らしいね、軽量カップ、まあ軽量カップはね、並べたくなりますよね。もう一個買ってるんでね、このセリアのやつですけど、これですね。こちらもよいしょ、並べると、はい、こんな感じですね。とってもなんか魅力的ですね。はい、で、まあ実際ね、足を伸ばしてやるとかなり高くなりますのでね、そうしますと今度は上の段にいろいろ置けるんではないかと思います。まあセリア続きでいくと、こういう固形燃料ストーブですね、もう非常にね、だいぶ使い込んでるのがあるんですけど、こういうやつですね。はい、まあこういうものを使ってね、ストーブでね、この上で何かね、軽くお湯を沸かしたりすることも可能だと思います。まあランタンなんかもね、いいですよね。
ランタンって言っても、これは鹿番長のやつですけど、こういうのだとね一番上しか置けないので今映ってないですね。何かこう S 字フックみたいなものがいるかもしれないですね、ということでこちらワイヤーネットフック3個付きですね。これもちょっと開けてみましょうね。はい、こういう感じですね。この粉体塗装がいいんですよね。粉状のね、なんかこうザラザラした黒い表面ね、こうマットブラックっていう感じのね、こういう作りです。でこれだったらこういうところにもかけれますので、まあ3つねついてるやつもあって、今回は2つのやつを買ったんですけど、まあ向こう側なんかにもかけられます。そうするとね、ここに、またいろいろかけることができますので、まあそういう使い方もね全然ありではないかなというふうには思います。いいですね。なんかこうね、非常にこう心和むというか、まあそんな感じになります。はい、アルコールとかね、なんか好きなものを置いて、眺めるにはね最適ですよねどうでしょうか。もう完全に個人の趣味に走っておりますが、であとねこの下は先ほどのロングストレージボックス、これね中こんな感じでね、今まだ何も入ってないんですけど、持つところもあります。でこういうのはねここにちょうど入りますので、まあ2個入れてやったらね、まだ少し余裕がありますけど、こんな感じでいろんなものを収納して、まあ部屋の中のね荷物整理というか小物の整理というか、そういうのにもねいけるんじゃないかなというふうに思ってます。この足ですね、ちょっと外してみますとこのような感じですね。もうかなりね潔い感じの作りなので、これパチッと切ってね曲げてやるだけで自由にね高さが変えられますので、まあ、例えばね低めに設定してこうツーバーナーっていうかね、アルストのごとくとして使うことも可能ですね。はい、そうするとねキャンドルランタンなんかもこういう小さいものだったらねいけますのでね、ここに置いてキャンドル実際灯してみたらね面白いかもしれませんね。やってみましょうか。はい、灯りました。灯すとねまたいい感じになってきますね。ちょっとライトもね消してみます。 LED の方ですね。はい、あと撮影用の方もちょっと絞ってみますね。お、こういう感じですね。そうなるとこっちのねランタンもつけたいですよね。はい、もう完全に遊んでますけどね。ここ引っ掛けてもねちょっと不安定だから引っ掛けない方がいいですね。やっぱ置く方が安心ですね。画角をずらしてみましたけどどうでしょうか。こういう形でね、眺めててねとっても気持ちいい感じですね。 LED をねもう少し落としてみようと思います。しっかりランタン遊びになってしまってますけど、本来はねそういう目的ではなくて、細かいものがね散らばってて片付けたいな整理したいなと思ったので、こういうねコンテナ型のボックス等も買ってきました。なのでこれは収納するために使いたいと思います。まあ、とは言ってもね結構ね面白いので、いろんな絵をねこう楽しみつつ、まあ、どんな風にするのが一番面白いかなということなんかもね考えながらいろいろねまあ遊んでいきたいなとは思ってるんですけどね。まあこれは自分だけの世界に入ってねいろんなことができるような気がしますので、お仕事で疲れて帰ってきた後なんかにねちょっとこんなものを眺めながらねゆっくりするのもいいんではないかなと思います。2段積みの状態でも一体化してますので、一応このまんまこう持って運ぶことも可能っていうのもね一つのメリットではないかなというふうに思います。でこれ手前がねかなりこういろいろかけて重たくしたからといって、手前に上の段だけ倒れるっていうことはね実はないです。ちょっと遊びがあるのでね、動画を見てる方不安になるかもしれませんけど、これですね下に引っ張っても
まあ結構な力まではね耐えてくれます。真下ならですね、こう手前に引っ張るとこう下の段ごとね移動してしまいます。こんな感じですね。はい、ただまあ1段目と2段目が一体化してますのでね、そういう意味ではグラグラする割にはね、上からの力に対してはそんなにこう不安定でもないっていうね、そんな印象です。したがって、割とね、例えば重たいものを作ったとします。この割とね重量級なものを吊るした場合でもこんな感じでね倒れる心配はありません。まあ、風が吹いたりするとね別ですけど、はい、真下にね引っ張る分には実はねこのぐらいの重さのものでも手前に倒れてくるっていう心配はないです。で、2段積みの状況から例えばこれを1段積みの状況に変えることもできますので、でこのようにねちょっとこう変形してやることができれば広めのね天板として使うこともできます。ちょっと大きめのこういうねステンレスのトレーなんかもこのように綺麗に乗ることができます。まあ正方形にね近い形になりますので、こういう風に使うとねより広めのテーブルとして使うことも可能です。ちなみに長さ測ると26センチの27センチぐらい、まあ、ほぼ正方形に近い形になるんではないかと思います。仮にねこういう私がまな板代わりにしている木の板、こういうものをね置けばそれはそれでねちょっとしたこうテーブル的な使い方もねできて感じがいいということも言えるんではないかと思います。拡張させればねもう無限にねいろんな形で、作っていくことができるっていうね、まあ、このあたりのね楽しみもトランスフォームじゃないんですけど、形が変えることができるこういうテーブルのね特徴じゃないかなと、遊べるんじゃないかなということなんかも思いますので、まあキャンプサイトなんかに行ってもねこういうものがあれば気軽にね、まあ、一人用のテーブルとして使うかどうか別としてもですね使えなくはない感じ、まあこんなのもね非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、なんせね100均グッズって華奢なんですけど軽いのでね持ち運びが楽ですし、まあ、コンパクトになりますし、今回の製品は全て鉄でできてますので、まあ、熱にも強いというところはね応用範囲が広いんではないかなと思います。ということでこの動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントね楽しく見ましていただいておりますので、よければお願いします。